はい、今日はねこのタニタの TR クイズというまあ体組成計がねまあ来たんでね、適当にね使ってみようと思います。まあね、シンプルに乗るだけで測れるまあ通常の体組成計ですね。まあね、地域の設定はね、まあ、本州東京だとも必要ないですね。あとね、日時を設定します。まあ書いてる通りですよ。もう私設定終わってるんですけどね、まあ、日時は割愛しますが、個人データを設定する。まあ、すでに私も登録してるんですけどね、ちょっと電源オフにしようか。設定をして、まあ5人分まで登録できますよ。でこの状態で、まあ、設定をして、日付をして、男性か女性かを選んで身長を入力、うん、そして5人まあ登録したとして、何もせずに乗ると自動でね、どの人かをね判定してくれます。まあ便利ですね。はい、じゃあね、もう知能の言わずにね、とっとと測ってみましょうか。この状態からでももう測ってくれます。ちなみに今服を着てます。 BMI、まあ、肥満率は 19.1、 体脂肪率は 7.2%、 43kg の筋肉量、内脂肪率は 1.0、 まあ標準より少ない感じで、基礎代謝量は 1228kcal 比で、体内年齢は23歳っていう感じでね、シンプルに測ってくれます。ただそれだけでございますそしてさっきも言ったけどね、これ5人分登録できてね、乗ったら自動でね、どの人かをすぐにね判定してくれます。うん、まあね、機会があればね、こういうの買ってみてもいいんじゃないでしょうか多分皆さんも持ってるのかもしれないけど、私こういうのね初めてですはい、ではでは。まあちなみにタニタはね、何回もねニコ生とか言ってるけどね、まあ上板橋と時洗いのね近くですよ。前野町にございます本社は。はい、はい、ではでは、どうでもいいですね。